パリ五輪、卓球日本代表の平野美宇選手が24日、試合会場での練習を終え現地の様子について語りました。練習後、姿を見せた平野選手は会場の雰囲気について、今日初めて試合会場に来たんですけど、すごく雰囲気がオリンピックだなと感じました。私は出場するのは2回目で帯同するのは3回で、会場のメインカラーが緑と青で前回の東京は赤だったので、 その国のメインカラーが特徴的でいいなと思いました、とコメントしました。大会期間中、選手たちが生活する選手村については、すごく新鮮な感じ。ベッドがダンボールベッドで初めて寝るので、ちょっとまだ慣れてないところもありますが、日本はサポートハウスがあってそこがすごく良かったので、そこを活用していければいいなと思います、と状況を語りました。また、 前回の東京五輪では団体で銀メダルを獲得した平野選手。2大会連続での出場となるパリ五輪の目標について、会場に来たり、代表の服を着ると先行レース頑張ってよかったと思いますし、ここからは本番になるので、まずは1試合ずつ公開のないようにしたいですし、挑戦者の気持ちで1試合ずつ勝ってメダルをつかみたいと思います。 試合終わった後に笑顔で追われるような試合をしたいと思います。と意気込みを見せました。